こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、宝珠獲得クエストの1層から7層までを同じ技セット、同じパーティー、装飾品なしで、一応なるかくるか劣水が実装されたことによって、オートでのミッションコンプが全部できるようになりましたので、そちらのパーティーの解説と、実際に今難しいと言われている6層と7層ですねを実際にオートでやっていこうかなと思います。はい。で、パーティーがこちらなんですけど、まず組み合わせがダラヤスになるが劣水で、マガツキに陣容が足、空母にテガレックスとなってます。で、味噌なのがナルガクルが劣水ですね。このオトモンが非耐性が高くて、水技でアサルトレイブがかなり優秀なので、まあこれを主に使っていくんですけど、大王枠に関してはまずダライアスの枠に関してはフレデリカだったりとか火力が出せるライダーであれば大王ができます。で、マガツキの枠なんですけど、マガツキに関しては開幕でバフがかかれば問題ないので、使う技がジオガッシュだけなので、まあ、基本的に使うのに関してはエリオンだったりとか開幕バフがかかるライダーであれば代用をしてもらえるかなと思います。で、最後に空母ティガレックス、この枠に関してはもうこのまま使ってもらった方がいいかなって感じですね。で、ステータスに関しては装飾品をつけてないので低めになってます。攻撃力が上から2081、2104、2004になってまして、装飾品は先ほどお話した通り何もつけてないです。で、この技セットのまんまで6層7層やれるので、じゃあ実際に6層からやっていきます。なので、もし今実際にやってみてレベリングがちょっと足りない方とかに関しては、最悪装飾品つければできるので、まあ今回メリットとしては装飾品の移し替えが必要ない、毎週結構付け替えるのめんどくさいと思うので、それが必要なくて、パーティーもそのまま一回このパーティー組んでしまえば、毎週そのまま1層から7層まで駆け上がれるというのがメリットになるので、まあできればですね、レベリングしてもらってそのままやってもらった方がいいんですけど。で、2ターン目ですね、これ通常殴りで、空母は空母スペシャル回ですね。ここで撃っちゃってもったいないと思うんですけど、全然問題ないので、で、相手の攻撃を一発もらいます。ここがでかくて、ナルガレス、今までこう、ケチャワチャでやってたんですけど、非耐性が弱かったんですよ。それがなくなって、こんな感じで、陣容が足で抜くって感じですね。で、抜くことによって、ここでまた SP がしっかり溜まってくれるので、ここですね。で、まずマガツキは通常殴り。空母は SP が溜まってるんで、空母スペシャル回ですね。で、アサルトレイブ打てます。で、これでもあとちょっとになるので、まあ、装飾品とかつけてれば4ターンで終わるのかなとは思います。で、5ターン目。結構マガツキが SP 溜まるんで、タック技使って終わりって感じですね。これで5ターンクリアできて、ダウンせずにっていうのもしっかり達成ができてますので、まだ終われん、じゃあこんな感じで相手を全滅、ダウンせず7ターンっていうのを全部オートでクリアすることができます。装飾品もなしですね。で、続きまして7層、これもパーティー技セットと全部一緒、装飾品もいらないのでこのままやっていきます。で、今回やっぱりナルガクルが劣水がめちゃめちゃ強いですね。で、ここもまず1ターン目、通常殴り、通常殴り、まあ通常殴り3発ですね、打っていって、次空母とナルガ劣水が技打てるので、まあ、それで削っていくんですけど、2ターン目ですね。ここも結構ケチャーチャー入れてると、火技をケチャーチャーに飛ばされて、まあダウンせずクリアできなくてやり直しっていうのがあるんですけど、そういった心配もないので、アサルトレイブ結構削れないんですけど、フレームダッシュですねもらって、次3ターン目で、一応、マガツキの組み合わせのところだけ非耐性がないんですよ。なので、そこに集中攻撃もらった時だけ負ける時があります。負けるっていうか、ダウンせずクリアが取れない時があるんで、その時だけ入り直しが必要なんですけど、まあ、どのパーティーでも基本集中攻撃食らったら、今回このクエストに関してはダウンせずが無理だと思うので、まあ、こんな感じでアサルトレイブですね。で、あえてバフを焚いて、5ターン目。で、ここは、タッグ技使って通常殴りに発ですね。で、ここを耐えれば全然問題ないので、ここでフレアチャクラメもらって耐えます。で、6ターン目。で、ここでまた SP がしっかり溜まってくれる。これ空母のバフが溜まってれば5ターン目で終わるんですけど、今回溜まってなかった、まあ、発動がうまくいってなかったので、まあ、6ターンでクリアっていう風になります。ただ、まあ、ここに関しても7ターン以内にクリアすればターン数問題ないのと、ダウンせずクリアもちゃんと取れてるので、まあ、なんで、安定はしないですね。一応まあ運がちょっと絡むんですけど、こんな感じもほぼ高確率でミッションコンプできて、ダウンせず相手全滅7ターン以内っていうのが取れますので、まあこのパーティーを組める方は組んでもらって、レベル足りない方はレベリングしてもらえば、これから毎週ですねパーティー組み直したりとか装飾品移さずにできるので、まあかなり楽になるんじゃないかなと思って今回紹介させていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。